はい。みんなでお酒を飲むのってなんだか新鮮ですね。そうだね。最近は忙しかったからこういう機会もなかったし。じゃあ今日はたくさん飲んで楽しみましょう。そうだな。小雪ちゃん、楽しむのもいいけど今日は決起集会なんだからね。分かってますって。あれ、もう一つ何かありましたよね。おいおい、しっかりしろよ。今日は決起集会と新人歓迎会だろ。カーナが新しく入ってきたんだからな。それと店長として桐生さんもね。皆さん、これからよろしくお願いします。じゃあ桐生さんにカナちゃんと戦力が増えましたし、お二人ともよろしくお願いしますね。ああ、よろしくお願いします。カナちゃんって年いくつ？どうなんだ。20歳です。やっとお酒飲めるようになりまして。は、私より若い。私21など。あ、じゃあお姉さんですね。お姉さん、初めて言われたかも。いい響き。わかるぜ。桐生さんっておいくつなんですか？俺は38だ。あ、年下なんだ。へえ。ゆき姉さん、妙な気使ってくれなくて大丈夫ですから。若くないのは本当ですし。そんなことねえよ。かなちゃんって想定盛りにはよく来るの？いえ、この大会で初めて来たんです。新幹線に乗ったのも初めてで、ちょっとテンションが上がっちゃいました。車内販売とかいろいろ買っちゃうよね。わかるぜ。私、新幹線って乗ったことないのよ。そうなんですか。じゃあ今度の社員旅行はみんなで新幹線に乗りましょうよ。どこに行くの？東京とか。それもいいわね。経費で落ちないから各自負担になるけど。なんだって？世知辛いです。私、繁華街とかほとんど行ったことないからちょっと緊張します。蒼天堀も初めてなんだもんね。人混みに慣れてないならナンパには気をつけるんだよ。確かにな。かなちゃん可愛いから声かけられやすそうだしね。そんなことは。強引なナンパ野郎が来たらすぐに俺を呼べ。助けに行くぜ。お、キリュウさん頼もしい。じゃあその時はよろしくお願いします。とは言っても私、ナンパってされたことないんですよね。小雪ちゃん、ナンパされたいの？どうなんだ。いや全然。ぐいぐいナンパしてくるような男の人とか苦手ですし。でもやっぱり女としてはナンパされる程度の魅力は欲しいっていうか。そうなんだ。複雑なのね。なるほどな。まあ俺もよく街でぐいぐい来る男どもに声をかけられるが、確かに気持ちのいいもんじゃねえな。桐生さんのとはまた違う気がしますが。まあそれもそうか。あ、もうこんな時間。縁も竹縄ですね。
そうだな。じゃあ桐生さん、最後を締めてもらってもいいですか？ああ、わかった。みんな、これからも営業頑張ろうな。はい。神崎なんてやっつけてやるんだから私を手放したことを後悔させてあげますよ。みんな頼もしい。私もオーナーとして頑張らなきゃ。じゃあ最後は一本締めでお開きにするぞ。よー、you